さあオリックスですけれども、今回の内容はですね、ついに頓宮が復調ということで、もうやっとや、だいぶ待ったよ。もうそんぐらいね、頓宮自身がこう苦しんだと、ね、いうことなんですけど、もうねこれは、明日から、なんやっても今日からもう巻き返すぞと、いうことになるかと思うんでね、主軸の復調というか、まあ、頓宮選手の復調ですよ。これをちょっとこう大々的に今日扱っていくということで、今日行われたね、日本ハムとの試合ちょっとこう見ていきながらですね、明日に向けての、まあ、スタメンだったりとかですね、起用法、そんなところもね、ちょっとこう、小出しにしながらお話をしていこうかなと思いますけど、まあ今日は本当素晴らしいというか、今年初って言っても過言ではないぐらいの快勝ですよね。2桁、で5点取ってということで、しかもホームランが出たっていうね、もちろんセデーニョも4発今まで打っていてですね、それで勝ったっていう試合も、あったんですけど、やっぱこう生え抜きの日本人ってはいなかったんですね。まあ生え抜きじゃなくてもいなかったと、日本人はね。なんでまあちょっと気持ちがいいなと、いうことですよ。で日本ハムもね、今のオリックスの状況よりかは結構うまくいってるような感じだったんで、そんなね、日本ハム相手にホームという強みも生かしながら勝てたっていうのはすごく大きかったんじゃないかなと、いうふうに思いますので、まあ、改めてですね、今日のスタメンからちょっと見ていこうかなと、思いますけども、ずらっと並べておりますよ。龍馬を3番にということで、昨日ね8番あたりで使ってもいいんじゃないかっていうふうに話しましたが、まだ、龍馬智也は主軸であると、いうことで、この3割超えているセデーニョをこう2人で挟むと、いうことなんですね。で1番に福田周平、2番に啓太ということでございます。まあ明日もねガラッと変わるでしょうから、このところはね、明日以降どうしていくのかちょっとお話ししていきますが、まあそんな中でですね、今日のポイント3つほどありましてですね、1番、ボリュームゾーンというところで言うと、丸1番かなということで、何か、主軸すぎるというところで、まずねセデーニョですね、今日も、加藤投手相手にですね、一番最初に長打を打ちました。もうなくてはならない、存在にちゃんとなってると。で一方で6回のところね、これワンアウト一塁二塁のところで、まあ、ショートゴロを打ってゲッツになっちゃいましたけど、まあ、1枚目のところねセンターオーバーツーベース打つ時もあれば、そらやっぱね、ゲッツも、あるでしょうなと、いうことで、まあ、そらもうそんなもんはねもう全然、もうしゃあないですよそれは。うん、あの長打があるバッターはそれやっぱ紙一重だからね、表裏一体ではないですけど、コインもね裏返しの時もあれば表が出るっていうような感じで、もう全然そんな、もう気にすることない。むしろもっともっとスイング大きくですね、もう自分の力強い、バッティングをする、もうそこに集中してもらって、たまたまヒット出た、たまたまゲッツ出たみたいな感じで、まあいいんだろうなというふうに思うんですが、個人的にはねそのセデーニョの前を打つ3人ね、タイプ的にはもう圧倒的に4番やと思うから、それで言うと前の3人をどうするのかっていうところなんですね。でまあ1人ケーターも間違いないので、1番2番をどうするかっていうところで、やっぱここは、好調の選手で固めた方がいいのかなと、いうことで、今日はね周平、そして、龍馬ということでしたけど、まあ、個人的に、ね、周平は全然ありなんですが、やっぱり龍馬はね、うん、調子が良くないので、西野さんだったりとか宗さん、なんかこの辺が、一番いいのかなというふうに思いましたけども、まあ、セデーニョ素晴らしかったですね。で、西野さん宗さん今日は出てないんですね。なんでなのか、まあ先発が加藤投手だからっていうところはあると思います。左ピッチャーだからっていうことなんですけど、まあ西野さんはわかるんですけど、宗さんはね出したらええのになとは思ったんですね。でまあサードでマーゴ、そしてセカンドで足立選手ということなので、まあマーゴ出して、セカンドのところを、マーゴにしてですね、そしてサード宗さんが良かったのかなと、まあ、疲労考慮とかもいろいろあったと思うんですけど、まあマーゴはね左右関係ないから、両打ちやからね、それはもう全然いいですし、今日もヒット打ってたんですけど、足立さんがですね基本はやっぱバントかフォアボール要因みたいになってるんですよ。で守備はねまあまあまあっていうところなんですけど、それでも前世紀ほどむちゃくちゃなんか守備に特化した選手なのかっていうと、まあそんなこともないと。で打ててもヒット、長打も、なんて言うんでしょうね、期待もあんまり高くないと思うんですよね。引っ張っていく今年はみたいなこと言ってましたけど、去年なんてずっともう右方向ばっかりで、その投手としても本当によほどなんかもう競った展開で、もう満塁のところで足立選手の時はすごい脅威だと思うんですけど、なかなかですね、
そのピンポイントの場面を狙ってのスタメン起用っていうのはちょっと厳しいのかなと。そういう時に代打で出せばいい話なので、だったらもうセカンドは、マーゴにして宗さんか西野選手を左でも出すっていうのがなんかいいのかなと思います。で、加藤投手非常にいいピッチャーなんで、ただでさえ左が苦手な選手は、打てないと思うんでね。だったらまあ宗さんもレギュラーでしたから、使っていくっていう方が僕はいいんじゃないかなというふうに思いました。どうしてもなんかフォアボールだったりとか狙いになってしまうので、ちょっともうなんて言うんでしょうね、こうバッティングっていうのはもう衰えを隠せていないのかなとは、思いました。で、一方でね、周平はもうすごいヒット打つわけですよ。だからもっと出したってくれ、出したってくれ。もうセカンドじゃあかんのかな。もう左にも強いから、もう今めちゃくちゃいいからね。2割5分ですけど、もうオリックスの中では今はもうすごいいいから、ぜひちょっと本当周平ファンとかじゃなくて、本当に好調な選手を出すっていう意味でも出したってほしいなというふうに思いますんでね。まあ、ラオウも今日出てないか。出したってくれ。もう難しい。龍馬もおるしね。もう、智也もおるし、下げられへんっていうのもあるんでしょうけど。ねえ、ちょっと出したってくれ。トングーのちょっと話もしますけどね。はい。まあ、何よりも今日トングーですよ。これトングーが副長ということで、もういよいよ難しくなったよね。ファーストトングー、DH セデーニョ、ライトラオウでしょ。で、センターケータ。もう周平の場所ないのよ。きつい。ね。龍馬を外すかっていうところですけど、僕はまあ難しいですけどね。ちょっと外すのは、できないのかなというところと、これから上がっていくでしょうから、まあ、智也にしても龍馬にしても、ちょっと待つしかないのかなという感じなんでね、周平の場所がセカンドできればなという感じですけど、難しいですね、非常にね。今言ったメンツはもう絶対出したいですから、本当に難しいなと。いうふうに思いますけど。まあ、本当に今日はトング、何よりも、本当ね、素晴らしかったですよね。止めてライト前にポーンと打ったような、打球もありましたけれども、何よりもやっぱホームランですね。スタンドギリギリって書いてますが、あれは飛ぶねんなっていう。だから今年のボール飛ばんのか飛ぶんかよくわからへんよね。本当にその、どっちなんっていう感じなんですけど、まあ、綺麗に逆方向切れずにね、ホームランになったということで、間違いなく、今日のヒット1本ですらね、打点がついたということで、初打点、非常に大きかったと思うんですけど、それだけじゃなくて次の打席でホームランを初めて打つっていうのがね、まあ、非常に大きかったんじゃないかなと思うんで、まあ明日は使われるだろうなということと、まあ、復調はちょっともうしてくれよとするだろうという感じですね。アウトコースのボールをしっかりときれいに流してるんで、これ詰まってとか遅れてとかじゃないんでね、もうこれは大丈夫ですよ。ってなってきたら、あとはね、もう龍馬と智也だけです。はい。で、智也に関しては、これ不調なんか不調じゃないか、よう分からへんね。なんか今日のヒットも、まあ、なんて言うんでしょうか、狙った、打ったようなヒットではなさそうなんで、それこそ、もうジャストミートしてですね、センター方向、あるいはライト方向にですね、強い打球っていうのを、打てたらですね、オープン戦の時のように、まあ本物というか、復調なんだろうなっていうふうに思うんで、もう待つしかないのかなと思います。はい。そしてそんな中でですね、ポイント2つ目ということで、紅林選手のエラーということで、今シーズンやたら多くないですかね。早球ミスとか暴投とか、昨日も盗塁があって、あれはまあ紅林選手のエラーではないんですけど、まあ、それきっかけでね、1点取られてっていうようなことがありました。今日も、ファンブルしかり、早球エラーしかりっていうところがあってですね、どうしたと、いうことで、で、源田選手もね、ちょっとこの間エラーしてたんで、俺初めて見ましたけど、ちょっとなんなん、やっぱボール変わってんの、内野守備にも影響するぐらいなんか重なったりとかしてんすかね。なんかどうなんでしょうか、ちょっと大丈夫かなというふうに思いましたよね。はい。そして最後3つ目ね、エース宮城ということで、もう素晴らしい、もう気強すぎるよね。俺あんな智也に首振りまくんのってすげえなと思うんですよ。で、智也も智也で、もういやいや俺は自信持って出してるんだぞということで、まあ、なんていうんですか、いい意味でちょっとバチバチしてるというかですね、お互いリスペクトしながら、非常に関係性も言いながら、お互いのこうジャストアイデア、ベストアイデアをですね、ぶつけ合っていくっていうのがちょっと見ててたまらんなと感じました。はい。めちゃくちゃ気強いよ。5回ぐらい首振ってたもん。その場面2回ぐらいあったんちゃうかな。もう顔がね、もうすごい、あ、騙されたらあかんよ。あんなニコニコしてるけど、織姫の皆さん、もし聞いてくれてたら、宮城くん可愛いとか言ってるかもしれんけど、めっちゃ気強いから、あれ。顔見て、首振るときの。すごい、もう鬼神みたいな
鬼に神と書いて鬼神、鬼神ですか、あんな感じをもうちょっともう琉球が出てるよね。もう沖縄魂っていうんですか、すごい気が強かった。しかもちゃんと抑えるからすごいよね。だいたいこの間の東投手もね、若月選手の首振って普通にヒット打たれてたんですけど、だいたいそうなるんですよ。これがすごいね。見逃し三振、もう吠えるしね、うわー言うて、めちゃくちゃ綺麗に、ね、クロスファイヤー決め張るから、まあ、これはすごいなと、思いますよ。でリリーフで言うと吉田恒成投手がね、最後マウンドに上がっていって、まあ、1点取られて2塁1塁という状態でマウンドに降りました。相当悔しがってましたね、1点取られた段階で。まあ非常に今もいい形で来ている中でね、ちょっとやっぱ9回表っていうのが5点差だったんですけど、プレッシャーとしてはあったんだろうなと。あとはやっぱ古巣の日本ハムっていうのもあったんでしょうね。これ1点目取ったのが伏見選手っていうのがまだちょっとこうね、オリックスに関係しとるなという感じですが、まあ最終的には吉久が来てですね、フルカウントから、インコースにまっすぐズドンと、40歳の、球とは思えへん、ボールを投げ込んでですね、無事勝利ということで素晴らしかったです。ソフトバンクがですね非常に強いです。はい、僕はもう、一つでも 0.5 ゲーム差でもですね、ソフトバンクに今は本当にかじりつくそんな時期だと思うので、なんぼなんでも1年間ずっと走り回れるわけがないですから。去年もこの時期すごかったです。栗原選手がバカバカ打ってね、怪我をしましたとか、いう状態になったんで、今日も山川選手がグランドスラム打ってましたが大丈夫です。何とかですねオリックスは主力の復調を待ちながら、かじりつくそんなスタンスでいったらいいんじゃないかなというふうに思ってるんで、また明日もね応援をしていけたらなというふうに思っております。ということで今回の内容いかがでしたでしょうか。ぜひですね、非常に今皆さん気持ちがいいんじゃないでしょうか。まあ、コメント欄にですね、いつもの通り思いの丈を、書き込んでくれたらなとは思ってます。なんで、今日の話ね、以上になるわけですけども、最後までね、聞いてくれて本当にね、ありがとうございます。この動画のグッドボタン、そして、チャンネルの登録、X のフォロー、まだだという方はぜひぜひよろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。